11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は、姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると街に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして、世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない、夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で夜との宿命を背負う二人の少女が運命の再会を果たそうとしていた。これは夜のない国に生き、愛する者のために戦った二人の少女の物語。ここが指定された島。くそ、強行帳め、おかげ。強行帳。ま、あ、お、ご、もうす、イギリ、あ、に、あ、む、に、あ、む、うん、じ、あ、で、ね、この、ん、ええ、あ、フェルマン、の、し、お、け、はいはい。飛べ、発展。
どうしたのかにゃ？お腹すいたのかにゃ？